これが本当にうちの商品のやつが本当に出されたかどうかはいろいろありますけども、とは言ってもこのような形を存在した以上違法です、違反です。食品衛生法からいくとあくまでも一律基準、皆さん分かりますよね、一律基準、社長、取締役、営業本部長、売り物サート購入しながらまだやってるんです。検査結果を伝えまして、社内の人しか知らないことですね、これね、はっきり。外部の人が知ってますか？検査なんか伝えましてること誰か知ってます？検査そんなの出してることも知ってますか？知りませんよね。私は回収は、はっきり言ってしたくないというのが現状です。まあ、今言われたように、売り物サートと僕に対しては、言い訳になってしまうかわかんないけども、食衛生法から言ったらアウトです。だから技術という部分があまりも厳しいという部分もあります。だけど、相手から撤去だって言われたらば、もうその時はしょうがないです。